彼女の名はかぐや。これはおとぎ話だ。我が名はかぐや、月から来たなんつって。どっか行こう。私ね、明日の朝が来たらこの星にはもういられないんだ。何それ、おとぎ話じゃん。このままずっと一緒にいたいね。ミッツマイさん、一目惚れなど浅はかな人間がするものだと思ってました。私が小さな羽虫なら彼女は輝く月そのものだ。は決まっている。切な。月ってどんなとこ？退屈なとこだよ。ここと一緒じゃん。でもさ、二人ならたとえ月の上でも楽しいと思うよ。そんな甘くないよ。現実はさ、蓬莱の玉の絵といってね、中国の不老不死の仙人が住む山に生えてる木なんだけど、本物は珍しいんだ。何見てんの？ねえ、聞いてる？メイクは嫌い。え？今はとて天の羽衣着る織ぞ君を哀れと思い知りぬる。さよなら。これあげる。嫌だ。嫌だ。嫌だ。これはおとぎ話だ。